皆さんこんばんは井出光光さんのサイムサです、えー、今日はあの皆さん遅い時間にお疲れ様でございます、えー、今日はですね私からはじめにまず、えー、私が井出光光さんで取り組んでいる DX の事例を中心に えまあその課題感ですとかどうやって解決していこうとしてるかといったところを共有させていただいてあとで議論に入れればと思っております。であのグロフィスさんの今日のセミナーのタイトルで成功の秘訣とか書いてあるんですけど、えー、そんなに成功してるわけではありませんので成功するために何に苦労してるかっていうあたりをえ共有できればいいかなと思っております。はいえー、まず タイトル、ことづくりを実現する現場起点の DX、データイズザニューオイルって言われて久しいんですけれども、えー、我々のような石油会社がデータを活用したデータビジネスへと、えー、ビジネスを転換していけたら素晴らしいなと思って使っております。 えまず私の自己紹介をさせていただきますと、井出光興産で CDO と CIO を兼務しておりますが、井出光に入ったのはおととしの1月で、その前までブリジストン、タイヤメーカーのブリジストンに勤めておりまして、バックグラウンドはものづくりの方に長い間従事しておりました。ファクトリーオートメーションですとか工場の 生産管理システムの開発、あるいはまあ、工場そのものの設計、立ち上げみたいなことを長くやっていたんですけれども、後半2016年、7年ぐらいから、全社の DX をやるということで、CDO をやっておりましたけれども、一昨年縁がありまして、井出光興産に移ってきて、DX を進めている、こんなキャリアでございます。ちなみに今日の,あの対談、 させていただく柳田さんも、ブリジストン出身だったということで、非常に縁を感じております。それから、出光孝さんですけれども、えー、1911年、今からちょうど111年前に、福岡県の、えー、あれですね、文字で、出光商会として創業した会社でございまして、映画や小説の海賊と呼ばれた男の モデルにもなっているような、まあ、あのチャレンジャブルでイノベーティブな会社だというふうに自負をしております。そんな井出光興産、現在では事業、領域、規模ともに大きくなりまして、燃料や基礎化学品に加えて電力ビジネス、あるいは高機能素材、資源開発といったことを実施しておりますけれども、現在でもその売り上げ 収益ともに一番左側の化石燃料由来のビジネスに大きく依存しているというのが実態でございます。その私どもの主力ビジネスの化石燃料、これはもう、あの、毎日向かい風、カーボンニュートラルが急速に進み、資源高が進み、そして自動車が全部どんどん電気自動車になるといったことで事実、 ガソリンスタンドの数はえ日本でえ90年頃にピークを迎えたんですけれども、現在は半分以下の数に減っております。私どものネットワークのガソリンスタンドも毎年100件以上、閉まっていってるって言うのが事実でございます。ですから、もうあの本業の化石燃料、ビジネスそのものを業態転換していく必要があるというようなえ認識をしております。 でこの私どもの将来構想ですけれどもイメージ図がこちらになりますが左上が石油コンビナートの将来像、えー、今後これからは石油を生成するだけではなくて、えー、例えばグリーンアンモニアやグリーン水素の供給基地ですとか重金属や廃プラスチックを再生する資源循環ハブといった形に役割を変えていこうということで、えー、言い換えれば カーボンニュートラルトランスフォーメーションセンターになろう。略して CNX センター構想というふうに名付けました。ただ、こちら側だけでは非常に供給者目線でプロダクトアウトだと思います。この CNX センターから出てくる、えー、新しい価値を持ったエネルギーや素材もマーケットに価値としてしっかり浸透しなければカーボンニュートラルは進みません。 ですから、我々が運営するサービスステーション、ガソリンスタンドのネットワークも通じて、地域の皆様に価値として、新しい価値として提供していけるようなさまざまな生活に便利になるようなサービスや製品を供給する拠点になっていこうということで、スマートよろずや構想というふうに名付けました。このマーケット側のスマートよろずやと、 供給側の CNX センターをつないで最適化していくのが我々のデジタルトランスフォーメーションだというふうに定義をしております。でこのデジタルトランスフォーメーションですけれども、えー、非常にまあ広い意味で捉えることができると思います。当社でも社員に DX って何だと思いますって聞いたらみんな勝手なことを言いますよね。あの AI、を使って なんかガチャッとつけると今まで人がめんどくさいことやってたのが全部自動になって人がいらなくなるんじゃないかとか、えー、IoT を積んだ何かの機械を持ってくると、えー、今までのいろんな作業が自動になるんじゃないかとか、まあ、いろいろ想像する人いますけれども、まあ、そういうことではなくて私どもの DX は上に書いてありますけれどもビジネスプロセス全体をデジタルで変革させて 新たな社会価値、顧客価値の創造、従業員体験を向上していく、みんなでやる活動なんだということを一生懸命啓蒙しております。実際やることは下に書いてある3つの競争。下の方から従業員との競争を進めるデジタルフォー・イデミツ。これは言うなれば、社内向けの DX ですね。 で真ん中がお客様に新しい価値を提供して競争していくデジタルフォーカスタマー。一番上が複雑化するえ世の中では一社だけで提供できる価値というのは限りがありますので、足りないピースを埋めてシナジーを出していくビジネスパートナーとの競争、デジタルフォーエコシステム。まあ、この3つを進めていくのが我々の DX だというふうにしております。 では、これを進めていくにあたりましても、まずは、えー、我々自身が DX ってどうこういうもんだということをしっかり体感して理解しなければお客さんに進めることもできないので、デジタルフォーイデミツからスタートしようということで、えー、まず始めましたで。手をつけましたのがプラント保全の領域なんですけれども。 ここは言うなれば我々石油会社にとってはコア中のコアア中中のの真ん事業になりますでここに着手したのには大きな理由がありまして、まあ、年々減っていく石油の需要に対して我々の石油プラントはもうみんな40年50年と古くなっていて設備も古くなってきていて、まあ、トラブルなんかも起こってると。 理由なれば固定費である保全コストが年々増加している一方で需要の方は減っているこれはもう経営的に大問題だなんとかコストを下げなきゃいかんということで経営は現場にもうちょっとあのコストを下げろなんとかしろというわけですけれども一方で現場の方ではちょうどベテラン技術者が定年退職の年齢にも差し掛かっていて中堅層に非常に大きな負担がかかっているというような課題がありました。 この経営課題と現場の課題をテクノロジーで解決できないかというのが手をつけた発端になります。で、やるからには DX としてやるんだから新しいアプローチでい、えー、こうと。 SDM 君って書いてありますけれども、これはシャットダウンメンテナンスの略で、えー、石油プラントでは法定点検、危険物扱ってますから、定期的にしっかり、えー、点検して、整備して、記録を残して館長に戻す、こういった業務があって、これが非常に重たい業務として、いろんなリソースを送っていた、お金も人もかかっているということが分かっておりますので、ここに手をつけました。 で今までも IT を使った業務変革っていうのはやって、どこの企業もやってたと思うんですけれども、まあ、DX と、えー、銘打ってやるので、アプローチも新しくしようということで、現場の技術者をお客さんと見立てて、困りごとを可視化して、解決策を提示して、これをアジャイル開発で、短期間でリリースして、どんどん体験をして、改善を進めようと、100日スプリントと名前をつけて、 こう書くと非常に美しいんですけれども私あの転職してきて DX やりましょうとか言ってあの石油プラントで言うわけですねでこういう、えー、デザインシンキングで課題出してアジャイルでやりますよって言うとまあ,あの大変ですまずは100年かけて作り上げられた既存の複雑なシステム分何がどうなってるんだかわからない それからクラウドを使うって言ったって、そんな機密の塊のプラントのデータは外に持ってくわけにいかないとか、大体あのアジャイル開発なんていい加減なものを石油プラントに入れて事故が起こったらどうするんだ。まあこういう大きな議論になるわけですね。この辺よくあの DX の話では抵抗勢力とかいう言葉を使われることもあるかと思うんですけれども、皆さん別にあの 何て言うんですかね、反対したくてこういうことを言ってるわけじゃなくて、何が起こるのかわからないので、非常に不安があるんですね。で、今まで100年積み上げてきた標準があって、これから外れるようなことをする、何、どうなんだっていうことで、いろんな意見があるので、やっぱりここはですね、今までずっとこの現業でやってる人たちに稼いでもらっている会社ですから、しっかり誤解を解いて理解してもらった上で、 新しいいいやり方に変えててくっていうところここは丁寧にやった方がいいと今も実感しているところなんですけれどもそれで SDM 君という名前の仕組みをリリースして保全の業務を日々2週間に1遍ぐらい新しい機能をリリースしながらアジャイルのサイクルで改善を進めているわけですけれどもこだわっているのが徹底的にこの活動そのものがちゃんと 何て言うんですかね、現場の人たちに使われて効果が出ているのかっていうのを見える化して、ステークホルダー、例えばその保全の人たちの上司、あるいは事業所の所長、あるいは経営陣とかに見えるようにする教育、教育化するということで、具体的にこの仕組みを使って、レポートが毎月何十、何百枚出て、これによって業務が何時間減ってる、効率化してるだとか、そのシステムをなんか入力、 時間が減って何分もかってる。あるいはユーザーが何人いて毎月何回使って何時間使っている。まあ、こういったことを徹底的にモニターして、えー、ステークホルダーに共有化することで、えー、周りのマネジメントも含めて、あ、DX やってるのでなんか現場役に立ってんだと。で、少しは改善進んでたっていうのを、まず理解、えー、共通の理解をしてもらうと。 いうことが非常に大事だと思っております。で、ここに出てくる本当の効果なんていうのはもうビビたるものでですね。石油がこれから何トも減っていくところに、この効果だけで対応できるものではありません。本当にやりたいことは、えー、工場にアジャイルの内製開発チームを置いて、 えこういう改善を進めていくことで、従来、こういう事業が、我々みたいな事業会社っていうのは、IT 使って何かやるっていうと、現業部門が何か要件定義するわけですね。で、要件定義を受けて、情報システム開発部門が開発を始めて、1年後ぐらいにリリースすると。で、そうすると、仕組みをリリースすると、いや、こんなはずじゃなかったとか、もう仕事のやり方が変わってるから、こういうのもないと、ああいうのもないと困るっていうことで、一悶着しながら、 えー、あんまり使いにくい仕組みができたとかっていうことになるであ,のあんまり使われないもんですから原価償却が終わった頃にひっそり廃棄するなんていうことを、えー、私もたくさんそういうのを作ってきましたし、まあ、いろいろあるんじゃないかと思うんですけれども内製の原業部門と、えー、開発部門の共通チームを作ってやることで受注者発注者という関係から同じ目的に向かって で仕事のやり方そのものを新しく作っていくっていう活動に変わっていくことで組織風土も変わってきますでこういうチームがどんどんできてくれば将来石油がどんどん減っていって CNX センターになって新しい何かその再生あのエネルギー再生基地になったりなんかしても心配ありませんよっていうことを経営にもメッセージとして伝えていくっていうのが、えー、こういう何て言うんですかね 重要なところだというふうに思います。でこういうことを進める中で、なかなかあの最初始めるときは DX、まず小さくやろうってことで小さいチーム作ってやると思うんですけれども、まずは課題をいろいろ調べて、 えーまあ、簡単に言えば口だけで勝負してできないかと思うんですけれども、やっぱり原業部門が非常に忙しいし、えー、使命感もあって、あのー、余裕もないので、それは DX やったらいいのはわかるけど、忙しくてできないということにもなるんじゃないかと思うので、やっぱり最初はコーポレート部門である程度手も動かすぐらいのリソース少しは持って、 課題を聞いて、先ほどのビデオのように、えー、全部ソリューションを作って使ってもらって体感してもらうっていうフェーズを一つ挟むと、えー、使ってみるといいので、人に頼むよりも自分たちでできたのが便利でしょうということで、スキル移管をしながら競争型のチームになって、最後自走型になっていくっていうような進化を遂げられればいいんじゃないかと思っております。 で、こうして、あのー、まあ、社内の DX、DX というよりは今の事例はもう、なん,ていうんですかね、改善に近いようなところだとは思うんですけれども、やっぱり DX たるものが新しい価値を作っていかなきゃいけないということで、デジタルフォーエコシステムやカスタマーの部分もやっていこうと。で、こういうことをやるときに、まあ、今更なんですけど、どこから手をつけるかっていうときに、まあ、バリューチェーン全体をしっかり考えて、 であの顧客思考を徹底的に、えー、もう一回やるっていうのがあの我々だけかもしれないんですけれどもこう長い間、えー、完成されたビジネスモデルを標準に従ってオペレーションしてきたような会社ではもう一回思い出さないといけないんじゃないかなっていうのを強く感じております。もう実際機能の一部として 働いてる人たちは自分のお客さんが誰で自分のやった仕事が最後お客さんに対してどういう価値をもたらしているのかっていうのをあんまり考えなくなってきているので新しいことをやるにはもう一回お客さんの困りごとは何でどういう価値を提供すれば喜んでくれるのかこれを徹底的に考えてその中で自分の会社でできることはこういうことじゃないかっていうふうになってきてまあ足りないピースがあれば 他から埋めるるっていいうのもあると思いますそしてどうやってその新しく考えたサービスや製品を効率よく提供していこうかっていう順番で考えるっていうのがあの、まあ、当たり前のことなんですけれども重要になってきてるんじゃないかと思いますで我々井出光ももちろん一番最終顧客に近いガソリンスタンドサービスステーションのところから着手しておりまして、えー、このサービスステーション今までは 燃料入れに皆さん車に乗ってきていただいているわけですけれども、えー、これからどんどんそのガソリン自動車が減ってくる中で燃料を入れるだけではなくて、えー、他に生活に対して便利で、えーあのね、やれば欲しいなと思うようなサービスをどんどん展開して、えー、やっぱり顧客接点としてこれからも維持発展させていきたいということで やっぱり地域のよろずやのような存在になりたいというのがきっかけでございます。ただ、よろずやだからといって高齢化が進み人口も減っていく中では、いろんなサービス何でもかんでも持ってますよっていうような事業のやり方ではビジネスとして成り立ちませんので、必要なサービスが必要なタイミングで必要な場所にやってくる。こういうやり方をすれば、ビジネスモジュールとしての稼働率も上がり、拠点としての稼働率も 上がるんじゃないいいかととととううここでススママーートトをつけてスマートよろずや構想ということにしましまた具体的には我々燃料、エネルギーの会社ですから、エネルギー会社としてコアビジネスを、えー、いろいろ進化させていくことには変わらないんですけれども、地域の共通的な課題として、移動に関すること、まあ、モビリティの分野、それから健康とか食に関するところに対して課題を持っているところが、 非常に多いということが分かってきましたので、まずモビリティの領域、ここはもともと車社会の中のガソリンスタンドがベースですから、非常に親和性もあるので、いろいろサービスを手掛けていこうということで、軽自動車よりも一回り小さい新しいカテゴリーの超小型電気自動車、これをサービスとしてやっていこうということで、田島モータースさんというところと JV を作って今、サービス開始の準備をしているところであります。 まあこういうモビリティサービスに加えてこれだけでは地域の困りごとを全部解決できませんのでえじゃあ,あの健康軸の方どうしようかということでちょっと目をつけましたのがノードックサービスです、えー、地方に行きますとなかなかこう脳ドックみたいな高度の予防医療っていうのを受ける機会がない遠くの総合病院まで行くのが 大変予約も大変、あと高い、こういう課題感がありましたので、MRI を積んだ車両も必要なところに持っていってしまえっていうのを、本当に大丈夫かなと思って始めたら、これがものすごく受けて、事業化して今、全国各地を回り始めているというようなことも始めました。でこのようなことで、ですね例えば健康診断、MRI 車両が近くに来るということで、ウェブで見つけて申し込んでくれた人が、 来て MRI の受診をやって30分ぐらいかかるんですけれども、その間にガソリンスタンドのピットで車の点検、無料点検したらオイルが汚れてますね、ワイパー i 挟んでますねっていうことでつながってカーケアにつながり、ガソリンスタンド今まで違うところで入れてた人がサービスのいいガソリンスタンドって気づいてくれて、それから通ってもらうですとか、いろんなビジネスシナジーも生まれることも確認できました。 まあこういった活動を始めたところでありまして、まあ、あの脳から始めたのは脳卒中が日本人の死亡要因とか介護要因の非常に課題として大きいというので始めたということであります。でこんなことをやるのにですね、えー、DX 企業変革ですよねこれを進めるための鉄則が3つあるなというのが思っているところでございまして一番目はまず経営トップが 社内外にしっかり、えー、変革、うちの会社は変わっていくんだっていうことを内外に意思表示すること。そしてトップだけ突っ走っても進まないので人材も揃えるということ。えー、ここまではあ、まあ、必要なことなんですけれども、この一部の人間だけがいろんな新しいことをやっても企業全体の変革にはどうしてもつながりません。一番大変で 大切なのが3番目の従業員みんなが自分たちで自分たちの仕事をもっと良くしていこう新しいことにチャレンジしようっていうようなマインドセットになるような、えー、企業風土ができるということが一番大変なところだと思っております。例えば我々デジタル舞台が井出光にもおととし2年前にできました。いいろいろ 中から外から人も集めて新しいことをやってます、今紹介しているよただ、周りの人たちはどうかというとなかなかあれですね、どんどんこう我々デジタル舞台だけが先に突っ走っていってみんなどうしたという状態に陥りがちです。これ、ちゃんと追いついてきてもらって一緒に走っていきましょうよっていう世界を作りたい。でこういうことを作るためにスタートアップの仕事の進め方。 っていうのは見習った方がいいんじゃないかっていろいろ言われるかと思うんですけれどもまあ大企業の人たちがみんなスタートアップと同じ仕事の仕方したらこれは会社としてあの持ちませんけれども見習うべきところはたくさんありますしっかり時間と成果を、えー、コミットしてそこに向けて、えー、ベストアベストアエフォートでやっていって期日までにしっかり収めるとか、えー、ピッチのようにですねやっぱりあの投資家を大企業に例えれば 経営人にしっかり納得してもらうような説明、忙しい経営人に短時間で説明する力だとか、いろいろ見習うところがあるということです。それから DX 人材っていうのもよく取り沙汰されますけれども、私は DX なのでデジタルの D を頭文字にとっ,って 4D と呼んでますけれども、こちらに書いてあるデザイン、デジタルマーケティング、データサイエンス、デベロップメント。この4つ で下の2つデータサイエンスとかデベロップメントのスキルっていうのは、えー、デジタルやるにはそのテック分野っていうのは絶対いるだろうと思うんですけれども特に我々みたいな泥臭い事業会社では上の2つデザ,インデザイナーたちですねデザイナーって言っても上手な絵を描くというよりはビジネスデザインをしっかりすることと現業部門とテクノロジー部門の橋渡しをするような しっかりとしたビジネスのピクチャーを描くという意味です。それから顧客思考が薄れているような会社では、ちゃんと顧客思考をすり込めるようなマーケティングスキルを持った人たち。こういう人たちをチームにして DX を進めていくっていうのが必要じゃないかと考えております。それからチ,、まあ、チームもですね、まあ、あの機能ごとの縦割りから、特に新しいことをするときは、 必要なさまざまなバックグラウンドを持った人たちがワンチームとなって同じ目的に向かって進めていくようなチーム構成にしていくことも重要だと思っております。 それからこういう人たちを組織的に育てていかないとやっぱりスケールしませんので私どもでは塾っていう名前をつけて3つの塾を立ち上げました。もう先ほども活動の名前そのままつけちゃってスマートヨロズや塾とか CNX センター塾とかでそこに入らない人をビジネスデザイン塾にしちゃおうという感じで共通項は社会課題とかニーズをしっかりキャッチアップしてそれをビジネスにつなげられるような 人材を育てていこうということで、1クラス15名前後、3クラスで4ヶ月ずつやるので、年間、まあ、ぶどまり、考えても100人くらいの卒熟成を排出していけば、えー、あれですね、2、3年後には数百人のイノベーターがいる会社になって、イノベーティブな会社にまた帰り咲けるという手はずでございます。で、最後になりますけれども、出光興産、えー 111年前に文字でスタートしましたけれども、その後、戦争ですとかオ、オイルショックですとか、さまざまな大きな変化点を乗り越えてきたわけですけれども、今まさに、えー、コロナ禍、カーボンニュートラルという非常に大きな変化点。ここをなんとかテクノロジーも使って、次の成長カーブに乗せていければというふうに思っております。 はい。で、DX っていう言葉は今バズワードのようになっておりますけれども、これはあくまで DX は手段の方でございまして、事業をしっかりエンハンスしていくためにテクノロジーをつないでいくというのが我々デジタル推進部隊のミッションではないかというふうに思っております。はい。私からのお話は以上になります。ご清聴ありがとうございました。 ノブロイスの教員の柳田と申しますあの。今日はどうぞよろしくお願いいたします。であのまさにあのサイグさんのお話を聞いていて、DX の推進ってまさにこういう取り組みが大事だよなっていうあの気づきだったりとか、あのたくさん。<laughs> もう本当にうんうんしすぎて首がもげるぐらいうんうんしていたんですけれどもあの、まあ、まさにそんな話だなというふうに聞いておりましたでぜひ今日は三枝さんからいろんなティップスだあったりとかの皆さんの参加されている仕事にですねつながるような学びっていうのを一つで持ち帰っていただければなと思っています。 でえっと、今まさにもう質問たくさん上がってきていますけれどもあの私からの質問はなるべく最小限にしてで今日参加されている皆さんからの質問をなるべく全部は難しいんですがピックアップしながらということで進めていければなと思います。 で、あの、最初の打ち合わせの時にですね、まさにこの話になったんですけれども、勝手ながら三枝さんには非常にこうご縁を感じておりまして、あの、ブリジストンの中でも技術職で、で、技術職って言っても本当に幅広いんですけれども、まあ、その中でタイヤの製造技術に関わる領域をされていたっていうことで、あの、まさに私にもそんな舞台にいたので、会社の中では非常に近い領域にいたことになるかなと思っています。で、あの、せっかくなのでですね、あの、最初は、 私というか我々のですかね、古巣のブリジストンの話、もう先ほどあまり出てこなかったので、まずブリジストン時代の三枝さんの DX の取り組み、こんなことをしていたんだよということを簡単にお伺いできればと思うんですけれども、お願いしてよろしいですか。<laughs> ブリジストンではですね、まずもともと私はあれです、生産技術分野でスマートファクトリーだとか、ファクトリーオートメーションとかをやっていたんですけれども。あのー あれなんですそうやって物をいくら我々生産製造部門がいいものを競争力のある品質とコストで作っても物が売れない時代に突入してきてですねで製造部門としてお前ら会社にどう貢献するんだってギュッと絞られましてでそうするとやっぱり行き着くところっていうのが最終的に その製造メーカーで、あのー、利益になお金を払ってくいただけるお客さんというのは、タイヤを使っていただける、もう、車を運転している、まあ、個人でしたら、車を運転する方だったりとか、えー、運送会社の方だったり、運送会社さんだったりとか、まあ、そういうところに最終的に、えー、使ってもらって、 お金を払っていただくっていうところなんですけれども、やっぱりそこを徹底的に理解して、そこに役立つようなことをしないと貢献できないっていうことに陥ってきまして、うん、でそこをずっと考えていくと、あの、なんていうんですかね、例えばタイヤが、えー アマゾンでポチッと買って玄関先に置き配でタイヤ4つ並べられても皆さん困りますよねっていうところから始まって <laughs> やっぱりちゃんと車について空気が入ってでちゃんと走れるようになってどっかに移動ができて初めて価値が出てでそういうでも別にでそういう中でそれをだんだん突き詰めていくとみんな皆さんタイヤのことはできれば忘れたいんじゃないのと。パンクしたりとか 急にもう溝がすり減ってて車検になって変えなきゃいけないってなった時に急にタイヤのことが思い出してきてできれば安いのにしたいっていうことになるんですけれどもそれを解決するのにやっぱりあのまあ今で言うサブスクリプション型にしてあのもうタイヤのことも心配しないでくださいとで,できるだけリーズナブルなあのお値段でやっとけばもう雪降る前にはスノータイヤにも 変えるし、えー、っと空気圧の点検だとかえー、すり減ったらか交換したりとかっていう風にしていきます。よっていう風なサービス化にえー、舵を切っていったっていうところをやっておりました。で、この辺実はやり始めるきっかけっていうのは、あのー、まあ、経営の方ではそういう風にあの製造メーカーからやっぱり。こと 売りに、えー、物からことへっていう流れにしていかなきゃっていうことを言っていてであのそれを言われてたマーケティング部隊はそうしなきゃと思ってたんですけれども実はあのマーケティング部隊から見ると供給側の方の例えばサプライチェーン側の方は全く見えなくてどうなってんだっていうことで我々とそのマーケティングを担当してた役員とでいろんなことを話してる時にそういう技術も持った。 サービス開発の舞台がいるねっていうのがデジタル組織の発端になったんですね。ありがとうございます。あの少し抽象度上げるといわゆるものを売りっぱなしで終わりっていうことではなくてこうサブスク化というかサービス化していくっていう流れって DX の文脈でいろんな企業がこうトライされようとしてるっていうのは聞くんですけれども、はい、あの一方で。 みんんんななううままくくいいっっったんだよねねていう話ってて話あんまり聞かなくてです、ね、そのサブスクがうまくいきましたっていう企業って本当に限られてくるような気もしていて、はい、あのその中でブリヂストンの中ではこうどう進めていってでそれを成功に導かれたのかっていうところをぜひお聞きできればなと思っていますえっとまあそんな大成功かっていうとまだまだオンゴーイングだと思うんですけれども <laughs>、はい、ただそのサブスクかサービス化する時に 一番苦労したことっていうのは実はですね、えー、お客さん側も仕事のやり方変えてもらわないと価値が出ないんですよだからお客さんに理解をしてもらってこういう我々こういうサービスするからお客さん側の方はもうタイヤメンテナンス部隊ってもういらないですよ他の仕事してもらってくださいでその代わり全部ここまでブリジソンがやります っていうようなことをまず理解していただかないと実は値段あの計算してみたらあの中国から買ってきた方が安いじゃないかとかそういう議論になっちゃうんですね。<laughs> うん、でそこを理解してもらうためにはそう我々の営業マンがまず理解しなきゃいけない。うん、<laughs> でそういうことでですね僕は CDO だったんですけどもやってたことっていうのはグローバルのソリューション営業マニュアルを作ろうとかですね このソリューションマニュアルを使ってお客さんにどうやって納得してもらうんだっていうのの,あのお客さんにこういうダッシュボードを見せたらああこれはいいのかなって思わせるんじゃないかってそういう営業ツールを作ったりとかですね、うん、やっぱりその徹底的にそのお客さんまで含めたバリューチェーンのところで、えー、っと最大価値が出るような考え方とそれを理解してもらうっていうところが多分ですね、うん うんと難しいんじゃないかるほど、はい、ありがとうございます。まさにそのエンドユーザーに向けてどんなサービスを提供すべきかっていうところから始まりでそこで最適なサービスを提供するためにはあの自社の領域のバリューチェーンではなくて、まあ、取引先も含めて、まあ、B2B2C であれば間の B のところも含めて、まあ、全体のバリューチェーンの最適化を、まあ、いかにシステムをつなげながら作っていくかっていうそういうところが あの大事なポイントになるのかなということをお話をお聞きしていて思いました。はい、あの口で言うのはたやすいんですけれども、そのまさにつなげていくっていうところが、一個一個の細かいマニュアル作りとか、理解浸透とか、そういう泥臭い活動も含めてやっていくことが大事っていうことですかね。そうですね。うん、ありがとうございます。 であのちょっとブリジストンのお話もお聞きしたんですけれどもあのブリジストンにしろイデミツにしろまさに DX を推進者というのが三枝さんかなと思うんですけれども DX を進めていく上でなかなかうちの会社はうまくいかないんだよねって悩まれている方今日の参加者の中にも多いんじゃないかなと思うので一つに DX の進め方についていくつかお聞きしていきたいなと思っています。 DX の推進をしていくにあたって特にその社内の合意形成を作っていくのって非常に難しいんじゃないかなと思っています。で、まあ、それこそ車歴の長いブリヂストンであればあのー 結構動かしやすい仲間もいてっていう状態がもしかしたらあったのかもしれないんですけど特にデミツに移られてで外から来た人が何やら DX をやるらしくてでさらにはサービスステーションでノードックやりたいって言ってるみたいな話になるとなかなかこれ通らないんじゃないかなっていう気がしていてなんかそれをどういうふうに通していったのかっていうところもぜひあのサービスステーションの例ではなくてもいいんですけれどもこんなところを気をつけるといいんじゃないかっていうポイントがあればお伺いしたいんですけどいかがでしょうかあの やっぱりですねその前職の時からいろいろこう何て言うんですかねいろんなやり方を試した中で割と皆さん納得するなっていうのは創業者の言葉とお客さんの声なんですよね。うん、<laughs> たまたまブリヂストも出光も創業者のいろんなあの語録が、まあ、程よく残っていて。 それをうまく解釈して、<laughs> うん、<laughs> 創業精神と同じだっていうような解釈をしたりとか、まあ、それは置いといても、うん、やっぱり、あの例えば脳ドックをやるときっていうのは、もちろん、 いや脳ドックやってみようと思いますって言ったらなんで脳ドックだとかうちは医者じゃん <laughs> 医療機関じゃないぞとかいろいろなるんですよね。はい、ただあの実は中継で井出光興産はあの地域のつながりを支える責任を全うしていきます地域のモビリティやコミュニティをつなげていきますって書いてるんですね。うんでその地域のつながりを支えるために地域の困ってることを調べてったら あの健康っていうのもすごい大きなことで,、うん、でこういうノードック受けたいっていうニーズがいっぱいあったでそれあのユーザーインタビューとか全部あの本当にやる前にあのや,やるんですよ人送ってノードックこのぐらいの価格でこう募集したら、うん、あの LP サイトとかも作って、はい、であのこのぐらいの反応があったんであの実際ニーズがあるんですっていうのが。 数字でちゃんと見せるっていうのは重要だと思います。うん、なるほどなのでこう会社の DNA みたいなのが結構濃く入ってるような会社っていうのは、はい、そこをある種大義名分にしながらっていうんですかね乗っかりながらで一方でデータでもってファクトも示しながら動かしていくっていう双方必要っていう感じですかね。そうですねやっぱり本当に顧客 でのニーズがあるのかっていうところがこう見せられればいいんじゃないかと思い。うんはいんはいありがとうございます。本当に大事なポイントですよね。であのそうですね次にぜひお聞きしたいのはじゃあその DX を進めていこうって思った時にですねまあ特に今日ミドルマネージャーの方が結構多いのかなと思うんですけれどもあのどんな順番で進めていけばいいのかって悩まれる方非常に多いなと思っています。 で先ほど体幹型から競争型で自創型っていうご案内があったんですけれどもあの確かにそんなステップで進めていくと良さそうだなっていうイメージは今日皆さん持たれてるんじゃないかなと思いますがあのいざ自分が推進をしようと思った時になんかこう自分がマネージしている部署で具体的にどういうふうに動けばいいのかとかあとやるとしてもこうなんでしょうね DX って今日の話じゃないですけど AI とか使って何かやんなきゃいけないのかなとか DX に対する理解度っていうのは いいろろバラつきがある中で DX を推進しようとされている特にミドルマネージャーのクラスが実際にあの推進をしていく際の方法論であったりとかあと進める上でこの辺が難所になるからこう乗り越えればいいよみたいなあのそんなアドバイスもあればぜひお聞きしたいなと思っています。あの僕がが思ったたのがあののんて言うんですすかね専任 DX 推進するための 専任、うん、の組織までっていうのは、そうすぐはできないと思うんですけれども、はい、も最初は専任者でもいいと思うし、うん、のグループ2、3人でも作って、あのーまあ、はしごを外すってい言い方するとはよくないかもしれないんですけれども、そういう人が作れると、あのー、すごくなんかね、変わるんですよね、その人は。 やらなくていいですよ。徹底的に DX 課題見つけて、なんか解決してくださいってやると、うん、もう何か変革しなければ何の成果もないっていう風に、まあ、まあ、追い込まれるっていうのもあんまりいい方じゃないかもしれないですけど、<laughs> 本気で考えて、本気で進めようとするので、うん、やっぱりまずその事業部っていうか、変革する部署の中に、 ま,まずは一人でも専任人の人担当の人を作ってくださいって言って全面的にサポートしますからテクノロジーはみたいな形をなんとかそのミドルマネージャーぐらいでも一人ぐらいのなんかこう人をアサインっていうのはなんとかなるんじゃないかと思うので。なるほど。じゃまずやっぱりあの既存の,あのビジネスで持って自分,自分今までの仕事がありながら2割ぐらい時間使ってやってよっていうのはですね うん、これ、なかなか進まないなっていうのは、な,なんとなく実感としてありますね。うん な、まあ、なかなかあの現状を見ているビジネスがあるとどうしてもそちらの優先順位って上がってしまうと思いますしなんかそういう中でどう折り合いつけるのがいいんだろうなって個人的には悩んでいたんですけれども折、うん、り合いつけなくていい状態をアサインして作っちゃうっていうのがまず第一歩でととでもいす5人にあのちょっとずつ時間使ってもらうっていうのではなくて。うん <laughs> はいまあ、一方で徹底的にちゃんとサポートはしつつです,、ね、しですね。こ、はい、の人がこう何ていうんですか仲間外れにされると一番かわいそうなのでそうですよね、はい。ありがとうございます、えっと。ちょっと今の話と関連して今日の参加者の方から質問いただいているのは、ね、DX を成功していくためには、まあ、あの要はこうトップダウン型でやるのかボト,ムダウンあボトムアップでやっていくのかあのどちらがいいんですかね、うん、と。 もうケースバイケースだったりもするのかなと思うんですけれども、うん、なんかこれってどちらからがおすすめだよみたいな三枝さんなりのアドバイスがあれば、ぜひお聞きしたいなと思います。これまたこう、まあ、両方っていうと欲張りなんですけれども、<laughs> まず <laughs>、はい、トップがコミットというか DX やるんだっていうふうに思ってもらうのは、まず重要だと思います。うん、でも実際ですね。えー、ねあの 現出光なんかもあ,のあれなんですよ現場が強い会社で優秀,ん優秀なんですけれども現場にまあ頼ってきたような会社なのでなかなかあの上の人が DX だって言ってもいやいやそれどころじゃないみたいな感じもあるのであの、まあ、上の人が方向性をあ了解してもらってる上で。 やっぱり現業をやってる人たちが便利になるんだ自分たちの仕事便利になるんだっていうのを理解してもらうような活動っていうのは我々みたいなところでは重要な気がしてます。なるほどでちょっと前職のブリヂストンとかの方が割とアメリカンスタイルなのでトップダウンでっていう色が強いような気はしますけども。はい。なるほど。ありがとうございます。 ちょっとあの今トップのコミットメントの話があったのでそれに関連する質問をピックアップしたいなと思うんですけれども、うん、あのそもそも入光さんの中で DX に取り組もうってトップが思われたきっかけでどんな部分があったのかっていうところをです、ね、ぜひお聞きしたいなと思います。いかか。がでしょうかこれは、あのー 石油業界そのものがあの将来的にはもう化脱化石燃料の動きが加速してますので、うん、業態転換は進めていかなければいけないっていう課題はもうもともとあって、うん、で、そういう中で、井出光興産2019年に、あのー、昭和シェルと経営統合して、で、そのなんていうんですかね、石油ビジネスの方の、がちょっと一段落して、まあ何年間かはこういけるねと。で、この間に、うん いろいろ業態転換しなきゃいけないっていうところでやっぱりデジタルはあの重要な要素になるだろうということで、まあ、そういう経営統合が一段落したっていうあのタイミング的な問題と先々変革していかなきゃいけないっていうことで DX をやろうということで部署を作ってもらいましてなるほどありがとうございます であのやっぱり DX を推進する部署を作ってどんどん DX やっていくぞという方向に行くとですねどうしてもこう既存のビジネスであったりとかあるいはもしかしたら情報システム部との調整も含めてですねこういろんな調整事と,とかあるいはコンフリクトのマネジメントしなきゃいけないかなと思っています。 でえっと、ちょっとそれに関連するような質問もいくつかいただいているんですけれどもあのまず DX の推進部隊と情報システムの役割分担ってどんなふうに出ミではされてるんですかっていうご質問もいただいていてこちらもし。 あのお話しできる範囲で構わないのでぜひお聞きできればなと思うんですがいかかがでしょうかここはですね実はあのいろんな会社の方たちとかともあのディスカッションをしたことがありましてで時間軸で変わるんだろうと。うん、であの DX 最初始めるときにはあの独立した DX 部隊がまず勝手なことをいろいろやってどうしてればいいんだっていうのを実,証実験も含めて。 うん、自由にやるのがいいいんだと思いますでその中からこういうことやってこうってなった時にやっぱりスケールアップしようとしたらどうしても情報システム部隊とあの連携して一緒にやっていく必要があると思うんですね。うん、で、あのー、最初 DX 部隊ができてあいろいろこう、あのー、探索というかその変革の 種を仕込んで,であの少しその方向性が出てきたら一緒にやっていくっていうのが望ましいっていうのをあの私の知人が論文書いたりしてまして<ー>それをそのままやってみてるのが今の段階で,<ー>で最初20年に私入って DX 部隊4人でスタートしながらちょろちょろ始めてでその部隊が今40人ぐらいになってるんですけれども、うん、去年から えと私が CIO を兼任してちょっと一歩近づいたと、うん、実はちょうどあの先週組織変更の発表したんですけど情報システム部と DX 部隊をガチャッとくっつけてお<ー>デジタル ICT 推進部に7月1日からするとでこれがいろいろデジタル部隊が最初単独でいろいろやっていてでじゃあこれを仕組みを拡大していこうっていう時にもうやっぱりきちっとインフラに乗せて 情報システム部と一緒にやっていかなきゃっていうスケールのフェーズになってきたときにうなるっていうのがいいんじゃないですかね。うん、ある程度 DX 活動のこう認知ができたあたりでっていうのがよろしい。 なのでこうスモールスタート切れる体制を組んだ上でまずはちょっと役割分担は DX は DX、上質は上質っていう形にしてスモールウィンが溜まってきたら少しずつ統合とか大きくしていく方向にしていく方がこう成功確率で高そうじゃないかということですかね。そんな で多分経営からは常時ステム部に、D、うちも DX や,やるんだってこう言ってたらしいんですけれども、はい、なかなかやっぱりこ,こっちではトラブルも起こりあとシステム統合の仕事とか減業がたくさんあって、うん、なかなかそっちの,あの変革側の方まで手が回らないっていうようなことで、うん、別舞台ってなったっていうのは多分いろんな会社で起こってるんじゃないかと思うんですけれども。 ちょっとあの情報システム部絡みでもう1個質問があってこれ一番いいねがついてる質問なんですけれどもあのいわゆるこう上質で見ていたシステムの領域っていうのもトランスフォームしなきゃいけないと思うんですけれどもその情報システムの領域での DX の取り組みの事例とか施策がもしあれば教えていただきたいっていう質問これが一番いいねがついてこれあのあれですね一番かっこいいのはもう機関システムを うん、あの SAP の花 s 4にしてクラウドに完全にして、うん、で標準からいじらないとあと外回りはなんかこうとあのないアジャイルでやるみたいなことにできれば一番いいんですけれども、うん、それは実はものすごく気力も体力もお金もいるので。あの <laughs> 結構時間がでそういうあの何ですかねロングタームの,あのピクチャーはあの作ってます中期あの IT 戦略みたいなことであの今の SAP の寿命に、まあ、2025年の壁とか崖とか言われてますけれども、うん、その後ぐらいの基幹システムをこうしていこうっていう。 あのロードマップは書いてるんですけれども、うん、あのただそのロードマップできるまで待つっていうよりは今その基幹システムはできるだけあの小さくっていうかですね ETL ツールとか結局上からかぶせてとにかくデータをみんなが民主的に使えるような形をあの作るでそれはあの既存のシステムの形があのすごくそれぞれ違うと思うので。 はあると思うんですけれども、うん、やっぱり当面、あの既存のシステムをあのちょっとずつ切り離しながら、あの新しい方に、えー、切り替えていくとで、その時に情報、データを中心としたアーキテクチャに、えー、変えていくということだと思います。ですから、うん、全部 なんんていうんですかねデータレイクでかいの作るみたいなことをやろうとするといろんな IT コンサルはすぐそういうことを進めてくると思うんですけどこ <laughs> の口車には絶対乗っちゃうダメで <laughs> 何をやりたいかっていうことを徹底的にえのみんなで事業部と一緒に考えてそこに必要なあのデータストラクチャーを作っ,作ってであのやってくっていうような切り替え方がいいと思います。う いや、本当におっしゃる通りだと思います。もうシステムをインフラレベルから抜本的に再構築しますってとんでもないリソースがかかる割には、結構費用対効果の説明も難しい領域だったりもするので、<laughs> なんかそれよりかもう少しあの短かなところで成果が出る領域で、まずは目的のリブンでやっていく方があの合理的かなということをお話を聞いていて思いました。<laughs> 機関システムやっぱりその更新のタイミングっていうのはもうあのそれぞれの会社であると思うので。 そこにターゲット合わせてうまくロードマップは書いとくっていうのは重要だと思いますね、はいうん。おっしゃる通りですね。えっと、ちょっとその情報システム部との関わりの部分いくつかご質問しましたけれども、あとはちょっと コンフリクトっていうよりか費用対効果の説明みたいな観点でご質問いただいているのが次にいいねが多くてですね。あの特にちょっと質問そのまま言うとですね、あのトラディショナルなの企業の領域っていうところではやっぱり DX に対してなんとなく抵抗だったりとかあの反対の意見って出やすい構想はあるんじゃないかということをこの方書かれていてですね。 で、あの、一方で、まあ、その中でも DX って進めていかなきゃいけないですよねっていうのを、あのー、 経営層全般に向けて、まあ、どう三枝さんは説明をして合意を得ていったのかという話とそれからまあその中は特に費用対効果の説明が難しい領域っていうのもあるんじゃないかなと思いますけれどもそういった領域のこう費用対効果とは別の観点であのどんなまあ合理性があるから進めましょうみたいなどんな説明をされたのかなっていうのをぜひお聞きしてみたいという質問をいただいています。 先ほどのスライドで経営課題と現場の課題って申し上げたんですけども、すごくここが重要で、例えばこの、まあ、保全のところ例にとれば、うん、あの保全の費用っていうのは、いでみつで言えば毎年あの1000億円以上かかってるわけですね、この設備の保守費用が。で、これを、あの、あの例えば5%減らせば、あの、あれです。何十億円も、あの コストセービングになるし、えー、コストと同時にその何て言うんですかねリソースの方も効率化できるっていうようなまずその何て言うんですかねこの活動をちゃんと進めていけばこういう世界ができるっていう、あのー、方向感を経営と、えー、握るっていうのが一つとあとじゃあやったら本当に役立つのかっていうのはみんな疑いの目で見てますのでそこでそのここ,ここのまずこの 小さい仕組みを先に入れるところっていうのはあ,の、まあ、ある程度は目つぶってできる領域もなんとかなるんじゃないかと思うんですけれどもこういう小さい業務でもいいけれども実際こういう活動を進めていくとあの効果が出てるんですと本当にでこれをあの見せていくことでこういうち小さい効果だけどステークホルダーみんなに徹底的に見えるようにすしているっていうのはそこが狙いいで,でこの活動をちゃんと続けていけば 先々あの、まあ、先ほど言った大きな成果な何十億円の,あのセービングにつながるとか効率アップにつながるっていうようなこととあと何といってもそういう組織風土改革になるんだっていうようなことでですねあのまず経営陣はそういう大きな方向性で納得すればよしやれっていうふうにはなるんですね。だけど、うん、あの 財務部門は自分たちで作った ROI 何年だとかいろんなことがあるので、それに乗っかんないとイエスってこうい言い言えないので困っちゃうだけなので、だから大きい成果後々出ますよっていうことと目先でやっていくことはあのそんなにお金かけずにちょっとやらせてくださいっていうので、で、それがあのうまくいってて現場があのこれやりたいっていう形になると、なんていうんですかね、あんまり一件一件緻密なあの 投資効果計算っていうよりも、あのロードマップに従って粛々とこうやっていきますっていうところにこう、うん、半分ごまかしかもしれないんですけど、載せられるなるほど。<laughs> あでもそこでもまさにまずは小さく始めてでスモールウィンっていうのを重ねていってでなんかこれやっていくと良さそうだっていう雰囲気を調整して持っていくみたいな、はい、そんな進め方っていうことで,すであとそのち小さいその先ほどのボトムアップとトップダウンの話とも絡むんですけれども、はい、小さい現場でうまくいってますよっていうのをいろいろやるのはいいんですけれどもちゃんと先の大きな話につながってんですよっていうのをいつも意識して。うん つなげて説明したりとか、はい、あの考え方とかをみんなで共有しとくっていうのが一番重要かなと思いますね、うん、はい、おっしゃる通りですね、はい、ありがとうございますでそれからですねちょ,っとちょっと質問の傾向がまた打って変わってこう DX を推進する体制ってどんな形で作ってるんですかという質問をいくつかいただいています でまずですねあの、開発部隊って内省してるんですか、外出しでしょうかっていう、ちょっと具体的な質問なんですけれども、これ一番いいねが今、ついていて、これいかかがですか、ね、開発部隊、あの内政ですのです、切<ー>れるほどいないんです、ま、はい、だ何人かしかいないんですけれども、うん、あの100%内政にするっていうつもりはないんですけれども、先ほど写真出てきたようなアジャイルチームの。 あのスクラムマスターとかは今量産体制に入ってますし、うん、コード書ける人も増やしていって何、あのー、て言うんですかね SI 屋さんに入って投げるんではなくて、あのー、ちゃんとスクラムマスターとか、えー、プロダクトオーナーは社員がやってコード書く人たちはあのー、ゆくゆくはオフショアとかも使いこなしていきたいんですけれどもそういうあの協力会社の方たちにも一緒に。 チームに入っっっててもらって開発するでこれを全てやるっていうのではなくてやっぱりあのフロントの部分ですね実際業務に使う部分だとか、はい、フロントの部分はそうやって内作にしたいですしバックエンド機関システムとかはもちろんあのウォーターフォールでやる部分も残ありますしそういうところは SIA さんに活躍していただくっていう、うん、そういう形にしていく。うん ななるのかなというふうふに思って次にいただいている質問もですね体制に関わる話なんですけれどもちょ,ちょっとだけ質問の内容を変えるとあの結構大きめの会社だとシステムの領域ってあのシステム部門の子会社であったりとか、まあ、あるいはコンサルに頼んだりとか、まあ、SII に頼んだりっていうことが通常なんじゃないかと でえっと、一方でその、この領域はこう内政でやるべきで、ここは別に害虫でもよくてみたいな、三枝さんなりのこう線引きみたいなのがあれば、どこの領域はこういう理由で内省すべきみたいなところぜひお伺いしたいなと思うんですけど、いかかがでしょうかやっぱりあのお客さんとかユーザーが直接触るところっていうのは、ぜひ内政にしていきたいですねす例えばあの、ダッシュボードを作ったりだとか、 あと、そのダッシュボードのデータから、あのなんかこう、レポート作ったり、なんか日々の業務でやるようなところっていうのは、日々あのやり方も変えていくべきだし、お客さんに対応するのによっていろいろ変えていくようなところっていうのは、内製化していって、あのやっぱり機関システムの場、うん、ところとかっていうのは、もう、ウォーターフォールでいいんじゃないかと思います、あのうん、ドトなしで。 はいでまあ、まさに事業というかサービスのコアになる部分っていうのはあの内部でなるべく持ってでそうではないところは外にお任せしてっていう感じの役割分担ですかね。えっとですねそれからちょっと最後開発の進め方みたいなところに関わる質問1個いただいていてですねこういわゆるウォーターフォール型のシステム開発をずっとやってきた会社 がこうアジャイルでやっていこうっていう方向に変えていくのっていろいろ大変なんじゃないかと、はい、でそのアジャイルに変えていこうっていう DX の推進も含めて転換を進めるためのポイントっていうのがもしあれば教えていただきたいっていう質問をいただいています、はい、こちらいかがでしょうこれはあのまだうまくいくか僕もう分かりませんけれどもただあれですね今やってるのはもともとウォーターフォールでやってた情報システム部隊 えー、いてでデジタルチームができてこっち側のデジタル舞台でいろんなアジャイルの取り組みをどんどんスタートしててでそのなんていうんですかね人をこうなんウォーターフォールやってた人をこっち側のデジタル舞台にこうだんだんこう入れてってとかひ、あのー、そアジャイルのチームをまず作ってそこの先頭要するにトップランナーを作ってそこにだんだんこう入れていくっていう感じの。うん トランンジションがいいのかなと思ってます急に大きな情報システム舞台にアジャイルやろうよっていう人何人か送り込むときっとすぐ埋まってしままうううと思うので、はい、そうでそすよね、はいあのま、さにトップランナーを作るって非常に大切だなと思っていてでその方が明確な成果を出していて社内でも評価されてるっていう状態になってくると、うん、まあ言い方悪いですけど勝ち馬に乗るような方向にだんだんこう風向きが変わってくるっていうのもよくあるかなと思う あとあの若い人たちでそういうちょっとこうテック好きな人はそういうのやりたいと思ってる人も多いと思うんですよね。うん、でそういう人たちをあのーまあ、なんていうんですかね環境を与えてできるようにしていくとか、うん、そんなのもこれか,、まあ、これからですけどい、うん、かなと思ってますはい、でそこをまさにこう救っていくべくいろんな塾を展開されているといのが今の取り組みっていうことですね。<laughs> はい、はいありがとうございます。 えっとですねちょっと最後にあの私個人としてぜひお聞きしたいなと思っているのがあの今日参加されている皆さんもですねやっぱりこう自分をどういう方向で能力開発をしていけば DX 推進できるんだろうかということを悩まれている方も多いんじゃないかなと思っています。 であの人材要件の話の中で 4D の話をご案内いただきましたけれども 4D のそれぞれの領域に専門性を作っていくっていうのも多分今後の能力開発上で重要な観点なんだろうなと思うんですけど、まあ、一方でその 4D の一個一個の要素を備えているメンバーを仮に揃えられたとしても そのメンバーをリードして、であるべき方向に進めていくっていう、あのそれを進めていくミドルマネージャーの役割っていうのも、またそれはそれで大事なのかなと思っていて、4D のスキルを持っているメンバー仮に揃ったとして、あの彼らをマネジメントする上では、どんな要件が必要なのかとか、なんかこんな能力を鍛えておくといいんじゃないかってもしアドバイスがあればお伺いしたいんですが、いかがでしょうかあ,のありがとうございます。 やっぱり DX って結局経営そのものといえば経営そのものになるわけなのでやっぱりビジネスのことをしっかり勉強する必要がありますしでそのあとなんていうんですかね分かりにくい ことが多いと思うんですね。その周りの今まであんまり携わってこなかったような人たちからすると、うん、デジタル舞台が何か言ってるけど、何、何言ってんの、<laughs> 何思うのっていうのが難しいと思うんですよ。だから、きちっと、うん、あの、その専門じゃない人たちに、あの、噛み砕いて説明して調整する力っていうのは非常に大事だと思います。その、専門的なことのスキルは、うん、あの身につけるとしても、 そのビジネス側の人たちとしっかりこうあの共通言語って何度か出てきたと思うんですけれども、うん、あのどちらかというとそのビジネス部門側の言語に合わせたコミュニケーション能力っていうのはすごく大事だと思います。うんうん なので、まさにこうビジネススキルみたいな話っていうのは当然ながらビジネスの話なんで必要で,で、あとはその翻訳者的なスキルですかね、うん、っていうのもあのビジネスサイド以外の人も含めてで授業を前に進めていくためには必要っていうことなのかなと理解をしました。ありがとうございます。うん 三枝さんになるためにはどうすればいいんですかっていう質問ですね多分三枝さんみたいな活躍をしたいなと思って今日参加されてる方も多いと思うのであの、まあ、今でこそ CDO として活躍されているんですけれども一方でそれまでのかなり長いキャリアというのはあの生産技術の領域を中心に活躍されていたかなと思うのであのその後 CDO として活躍をしていくためになんかこ,うこういうことを学んだとかあのこんな経験があって CDO のキャリアになったとか そんななエピソードがあれればばお聞きできでと思ってますますずはあのですか私が CDO っていうのはある意味消去法でもあったと思うんですけれどもブ、まあ、リチストンみたいな会社では IoT とかそのデジタルテクノロジーの分野をやってる人っていうのはあまりいない中で私ファクトリーオートメーションとかその工場の生産管理とかっていう面では IoT とか AI とかっていう。 とところは元々、まあ、やってたいだかね、うん、でそのあと僕のキャリアの中で実はあの工場設計本部っていうのをやってた時にあの、まあ、工場なんですけれども海外とかでは工場って言っても販売部門とか、えー、その流通部門も持ってる一つの事業会社になりますので,でそこのずっと設計とか立ち上げとかで。 やってた時にリーマンショックが来て反対に潰していく事業所を閉鎖していくっていうような業務にも携わってそこで結構ですねビジネス部門の人たちとビジネスのことを結構ケンケンやって工場をクローズする時には労務問題とかそのユニオンとの交渉とか設備をどっかが売り渡すとかそんなのでですね 足を突っ込んでひどいい目に遭いながらでもビジネス面白いなと感じてでそ,そっち側のところにでちょっと人生が狂ってきて <laughs> <laughs> で前者のバリューチェーン変革っていうようなところに、えー、DX ってなったんですけれども実はその前者のバリューチェーンをこう整理ちょうど CDO になってすぐする時に あの実大きな会社になっちゃうともうみんな機能ごとで仕事してるので全体を俯瞰したバリューチェーンお金の流れ物の流れ商売の流れみたいなところってすごく見えにくくなってるんですけれどもそこをずっと整理するときにすごくこう頼りになったのが昔の大先輩の IT 部門の人だったりもしたんですよね。でなぜかっていうと,と昔は内作でいろんなコンピューターの仕組み作っていたので。 結局その要件定義してつ仕組み作っていく中であのいろんな業務の流れだとかお金の流れ、物の流れをこう大体どこをどう見ればどうなってるかっていうのが理解、分かってるっていうのでか特にその IT 系の人たちっていうのはよくそういうところを意識してあの通常日頃の仕事でもしたら役に立つんじゃないかと思います、私は。 えっと、では最後にですねあの、今日参加されている皆さんにぜひ一言応援のメッセージをいただいて、今日は終了にしたいなと思います。よろししくお願いします <laughs> ありがとう参加されている方は、多分あの、まあ、グロービスにこういう時間にあの自分の時間を割いてお話聞こうっていう人は、大体会社でも一番忙しい人たちだと思うんですけれども、逆に言えばですね、会社側としては、 その皆さん年代の人たちがもう本当にキーだと思っていて頼りにしているレンジの方たちだと思います。でその人たちが新しいやり方で会社を良くしていくっていう活動っていうのは本当に一番重要なところだと思いますのであの何て言うんですかねなかなかこうおじさんたちは理解してくれないところはあったりするかもしれないんですけれどもあの めげずにどんどん提案をされるのがいいと思います。先ほどし、どうすれば、サイさんになれますかっていうのは、私になってもしょうがないと思うんですけれども、折れない心と、あの、前向きのマインドでいけばよろしいのではないかと思います。あの、経営陣もそういう生意気な提案っていうのをみんな待ってると思いますので、ぜひ、えー、やってみてください。